皆さんこんにちは、 MBA ラウンジの川尻です。私はですね、今こちらに来ています。こちら分かりますかね。ですね、ちょっとこうやってちょっと向きを変えると分かるかもしれないですね。テレビ塔があって、そうですね、中国の上海に来ています。今ですね、この上海のビジネススクールをですね、いくつか回ってる、最中で、またいろいろですね、皆さんに情報の方をシェアしたいと思います。やっぱりね、中国、北京もそうですけど、上海は駐在員の方がやっぱり多かったりしますよね。私の受講生の方でも駐在員の方は多かったりして、フルタイムの MBA もそうですけど、パートタイムでね考えてるよというような人も実は多かったりします。そういったところでですね、中国ビジネス、それから中国語、そういった自分の強みを生かしたい人とか、そういったところに興味がある人はですね、中国の MBA っていうのを検討してみてもいいかなというふうに思うんですよね。また中国だけじゃなくて、同じ中国語を話している台湾とか、そういったところで MBA を考えているよという人、もちろんですね、プログラムはスクールによって英語のプログラムもありますので、そういった形で中国の、中華圏に住みながら、台湾、中国ですね、そういったところに住みながら、生活はこう中国語、そして授業は英語みたいな感じで、そういったこうMBA の、生活、興味がある人はですね、ぜひ、中国と台湾の MBA を検討してみたらいいかなというふうに思うんですね。私もこれから今上海のスクールちょっといろいろ回ってですね、情報収集してきます。また、日本に戻ったら相談会をね、もちろんオンラインでも世界中の方にお届けしてますけれども、そういった形で相談会の方も開催したいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。またね、こちら時間があればちょっといろいろまだ上海ね回ってないので、観光も兼ねてですね、ブラブラしてもいいかなというふうにちょっと思ったりもしてますね。ということで、またね、相談会ですねお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。